皆さんこんにちは、お疲れ様です。ケルと申します。よろしくお願いします。本日はドラゴンズドグマオンラインやっていこうと思いますが、今回はですね、ホワイトデーの企画、こちらの方やってみたいと思います。企画っていうかイベントというかね、はい、前回と同じ場所ですね。はい、宿泊の一角、このクラン酒場よろず屋の近くですね、はい、になります。で、メイリーフさん、リズさん、クラウスさん、エリオットさん、ガルドリンさんいらっしゃいますね。で、アンジェロさんに話しかけようと思うんですけど、今回はポンさん連れてて大丈夫なの？お、パーティープレイ不可、ポンどこか、いいんだね。はい、心を込めたお返しを、アンジェロから新たなお祭りの話を聞く受注。アンジェロ、よ、バレンタインは楽しんでもらえたかな？君の一押しのお相手は1位になれたかな？ん？さて、今回来たのはもちろん新しいお祭りを広めるためだ。ホワイトデーといってね、バレンタインデーでチョコをもらった人がくれた相手にお返しをするという、これまた愛のお祭りだ。メイリーフさん、お返しするの大変じゃんね。家潰れちゃうよね、そんなにみんなにお返ししたらね。後ろの5人も君へのお返しに張り切っているぞ。うんうん、幸せ者だな。はっはっは、詳しいことはバレンタインで一番チョコレートをもらえた人から直接聞くといい。はい、メイリーフさんだよね。ほい、メイリーフ、各社さんこんにちは。この間はたくさんのチョコをありがとう。今日はそのお返しに私たちが各社さんをおもてなしするからね。お返し、みんなで何をしようか考えてるの。今はまだ内緒だから、もう少ししたらまた来てみて。うんと考えるから楽しみにしてていいよ。さすがは私のマスター。あ、リズさんか。リズさんこっちめっちゃ見てるわ。え、なんだ、ね、ダイニングホワイト、あ、ダイニングテーブルホワイト、スイートな色合いのダイニングテーブルいただけるんですね。アイテムレベル14。はい、で、ホワイトデーのお返しと、お返しリズとメイリーフ、あ、2人でやるので、またまたポン同行かですね。で、受注条件として今やった愛を込めたお返しをクリアですね。じゃあ受注。リズ、隊長、私とメイリーフからのお返しはスイーツだよ。やっぱ贈り物といえばスイーツだよね。それでね、今神殿の女子たちにものすごく人気のスイーツ屋があるの。なんとそれを隊長にだけ教えてあげる。普段は内緒のお店なんだからね。詳しくはメイリーフから聞いてみて。また聞くのかよ。じゃあメイリーフさん、ポキオさんがさっきから邪魔するんですよね。メイリーフ、各社さん、秘密のスイーツ屋さんはね、普段は違うお店をやっている隠れスイーツ屋さんなの。リンウッドで素材、あ、リンウッドか、素材屋さんをしているミランダさん、彼女の前で森の妖精マカロンっていうの、それが内緒の合言葉、セイで合言葉を言えば特別で美味しいスイーツをくれるはず。リンウッド、はい、では飛びましょうかね。リンウッドあるよね。はい、では出発。さあ行きましょうか。マスター、我らの行く手遮るものなし。キロの確保を怠らぬよう。はい、行きましょう。で、あ、そうだそうだ、今声がひっくり返った。あのね、皆さんに、訂正、お詫びと訂正を申し上げます。僕ずっとね、神殿内の神殿ってね、この神殿ね、白竜神殿レーゼのあるとこから、白竜様のお会いにする場所を僕ずっとね、呼び方を
間違えてたんですね。ずっとなぜか僕ずっと初見の間って言ってたんですよ。はい。で、正しくは越見の間です。これね、言い間違いとか勘違いとかじゃなくて、まだそっちなら可愛げがあるんですけど、思い込みなんですよ。なぜか僕ずっと初見の間って言ってるんです。自分で越見の間ですよってフレンドさんに教えていただいて、そこまで初見でしょって思ってたんですよ。で調べてみたら越見、逆に初見で調べるとそんなもんじゃ全然出てこないんですよ。なので思いっきり思い込みをして、ずっと今までもうね DDON50 話ぐらい、50回ぐらいやってるんですけど、ずっと初見の間って言ってきましたけど、越見の間です。はい、ごめんなさい。こういうことが時々あるんですよ。思い込みでね言っちゃってるってやつ。漢字の読み間違いとかの方がまだ全然可愛いよね。なのでお詫び申し上げます。はい。で、ミランダさんに報告じゃない、この方がスイーツをやってる方、スイーツうまそうな感じかな。あー、プリプリしてる、いいですね。ちょっとスイーツこの方がスイーツって感じですよね。むしろこっち向いて、あーちょっと恥ずかしがり屋、いいなこれ、スイーツ女子。あら、え、ちょっと声違くない、予想と。だいぶおばちゃんな声になってた今ね。じゃあクエスト情報、ミランダさん、最近流行りの副業っていうの、あれがなかなか好調なのよね。いっそのことこっちを本職にしちゃおうかしら。あ、そっちをね。いや、あ、そうだ、忘れてた。セイで、キーボード持ってない。でも男子の方でやったから、もしかしたらすぐ出るかも。森、あ、出てきたね。森の、なんでこれ出てこない。森の妖精、マカロン、出てきた。男子の方ではもうクリアしてあるんですよ、これ。はい。で、セイでね、言うと、はい。ね、言ってもなんで出てこないんだろうって方は、この下のこの部分ね、左下のこの部分、ちゃんとセイなのか確認してください。シャウトとかパーティーの人もいますので、これをセイ、ね、なのを確認してから言ってください。はい。で、言い終わった後は×ボタンでちゃんと離脱、こうやってしてください。離脱しないといつまでもね、丸ボタン押しても、こっちの方に、セイの方に行っちゃうんでね。これで、いいのかな？一旦話しかけた方がいいのかな？あら。ミランダ、その合言葉を知っているということは、私の秘密のスイーツを買いに来たのね。あ、でもごめんなさい。今日はもう残り一つだけしかないの。最近流行りのお祭りのせいかしらね。普段よりもよく売れるの。最後の一つだから特別なサービスするわ。またたくさん用意しておくから、ぜひ買いに来てね。いいね、最後の一つだからサービスするわっていうこの優しさがいいよね。うん。さすがだね、このプリプリしてるだけの女子だね。じゃあ、ちょ、神殿戻りましょうかね。はい。で、神殿。で、宿場区、あ、酒場でいいんだよね。行こう。で、こっちか。報告して帰ってきたよ。リズ、どう？森の妖精マカロンは美味しかった？え？味見する分しかなかったの？そっか、すぐに売り切れちゃうんだよね。内緒の割にはとっても人気なんだもん。私もなかなか買えないの。今度たくさん入荷した時は一緒に買いに行こうね。よし、次もこの
おっとウリちゃん嬉しそう、ウリちゃん超嬉しい、ウリちゃんゴールみたいなね。はい、ウリちゃんそれ間近でやられると結構笑ってしまうんですけど、でこれで1個クリアでまたあるんですよ。はい、エリオットさんでね、今回複数いただけるんですよ。今度はね、ムーディーランプホワイト、ハートが可愛いシェードランプ、これですね、ホワイトデーのお返し、エリオットとガルドリンで、今回もパーティー、ポーン同行かパーティープレイ不可、パーソナルクエスト、ホワイトデーのお返し、リズとメイリーフをクリアしないと出ません。はい、受注。エリオット、さあ隊長、俺とガルドリンからのお返しは綺麗なお花に囲まれる癒しです。隊長ならきっと美しいものに囲まれる風情を分かってくれるかと思いまして。でもガルドリンは風情とか風情がどうとか全然分かってない人じゃないですか。二人で協力して探すのに苦労しましたよ。というわけで詳しくはガルドリンから聞いてみてください。俺一人で準備したみたいになっちゃうと悪いですからね。しっかり気遣ってんの偉いね。まあ確かに花には全然興味ないよね。花というよりは肉って感じだよね。肉くれみたいなね。じゃあガルドリン、はい、エリオットのやつが勝手にいろいろと話を進めやがったが、俺だってちゃんと下見に行ったんだぞ。神殿の花屋から聞いたんだが、ローテスでは潮風を養分に咲く特別な花ってのが毎年この時期に咲くらしい。咲いている時期は短いがえらく綺麗な上に、その香りには気分を良くする効果もあるとかないとか。お前が気に入るかは分からんが、せっかく教えてやったんだから直接見に行って、ついでに記念撮影でもしてこいよ。はい、ローテス付近で特別な花、これを探すと、せっかくだからね、なんだっけ、優先解除しよう。あ、違う、ブルーニュートサイクロプス、あ、これか、これがいらないのか。で？でも出てこない。どれだっけ、サイクロプス、これ優先、こっちだね、優先クエストに設定にしましょうか。視覚ボタン、ほい、これで、はい、出た。はい、なんま画面のね右側に表示クエストはしといた方が分かりやすいですからね。いっぱい受けるだけ受けて表示されなくて、何受けたのか忘れてるよりはこうやってね出して、次何行こうかってやっといた方が分かりやすい。うん、受けすぎだと分かんなくなっちゃう。で、ローテス行きましょうかね。ブリア海岸飛びます。そしてあ、もう3番ついてますね。この方向だね、ちょうどいいね。あ、しまった、なんで僕はエレアチャなんだろう。そっか、昨日エレアチャでちょっと遊んでたんだ。しまった、ジョブもろそう、経験値欲しいっていう時期にこんなことやってらんないわ。うわ、綺麗、おお、すごい鮮やかな青ですね。お、これは綺麗。おお、こっちの白もそうなんですかね。青はそうだけど、ほら綺麗でしょ。みんな興味ないのかな。じゃあこの青い花をね、どこだ、フォトモード、これで撮ろうかな。撮るよ。映らないの？映らないんだね。みんな映らないんだね。撮るよ。はい。
じゃ、戻りましょうかね。戻ってちょっと食変えようよね、せっかくだから。で、神殿じゃ行きます。はい、まあ僕あれなんですよね、今アルケミストと近距離はアルケミスト、そして遠距離はエレアチャの方育成してるんですよ。男性の方はハンターなんですけど、同じことやってもつまんないんで、じゃあ女性はってことで、火力は DPS は低いんですけどエレアチャやってますね。で戻しますね。ね、もうこのレベルになってくるとリングつけてるときとは違って全然上がらないからね。なんやかんやちっちゃいクエストでも経験値いただけるのであれば高いジョブの方でいただきたい。ではこれでもう一つ最後にあったかな、ガルドリンさんたちとは別に。はい、じゃあ報告。エリオットどうでしたか？とっても綺麗だったでしょう。潮風に吹かれながらも強く美しく咲く、そうまるで隊長のようだと思うんです。今年はもうシーズンが終わっちゃいますけど、来年は一緒に見に行きましょう。その頃には状況も落ち着いているといいですね。おー、さすがは私のマスター。よし、次は。おーっとウニちゃんまたまた嬉しそうじゃあ次、クラウスさんですね。最後ホワイトでのお返しクラウス、こちらも同様ですね。パーティープレイ不可、ドーン、あ、ポーン同行か、パーソナルクエストホワイトでのお返しエリオットとガルドリンをクリアで、ホワイトファウンテンですね、マンドラゴラが添えられたホワイトチョコレートファウンテン、ファウンテンって言うんだね。はい、ジュジュクラウス、あ、いよいよ僕の番だね。いやー僕は他の4人みたいな情報には疎いから、ちょっとファビオに相談をしてみたんだ。そしたらサプライズこそが大事だって教えてくれてね。だからある場所にあるものを置いてきたんだ。あ、もちろん中身は見てからのお楽しみ。地図に場所をメモするから直接行ってきてよ。はい、じゃあ行きますか。ほう、ある場所にあるもの、マップ確認しましょうね。で地図で確認。テル井戸、これなんかの催しも、ハロウィンかの時も井戸行きましたよね。ここの井戸だったかな、ちょっと覚えてないけど。でも今回のホワイトでいただけるものはものすごい多いっすね。これがまた部屋が賑やかになってちょっと嬉しいかな。こっちこっちか。テルはなかなかね、レベル上げでもない限り、サイクロプスでもない限り行かないですからね最近ね。はい、ではテル行きますか。ほい、どこだ、あれの裏側ですねきっとね、表示的にはね。この下から移動。またあれですかね、ワイトみたいのがいてタワー維持するんだったっけ。普通に行けたような気がするけど。せっかく来たからなんかって思うんだけど、ここら辺の
あるやつはあんまり高く売れたりしないよねきっとね。はい、ここですね。これは何か、あ、魔物いたんだ。はい、スライム3体討伐完了。新着メールが届きました。おお、なんかもらえるぞ。メールが届いてます。はい、おお、DDOA のプレイくださいまして誠にありがとうございます。ホワイトチョコ家具の秘密のスライムを3体討伐達成おめでとうございます。達成報酬をお送りいたします。テンプゴールド2万、ブラッドオブ1000。はい、じゃあ下一番下すべて入手ね、選びましょう。おお、すごいね、太っ腹だな本当にカプコンさんは。うわーすげえ、これ美容は大事ですからね、すごいありがたい。あ、じゃあ戻りますか。ここから出てもしょうがないよね、無駄になっちゃう。戻りましょう。神殿。はい、で、酒場。飛ぶ。で、これでラストかな。で、ホワイトデーのお返し、クラウスで、酒場にいるクラウスに詰め寄る。詰め寄る詰め寄るか。じゃあ詰め寄ろう。クラウス、どうだい？びっくりしただろう。あれ？すごく珍しくて、普段なかなか見れない種類のスライムなんだよ。いや、捕まえるの苦労したんだ。あ、その顔は驚いてくれたって感じだね。ははは、頑張った甲斐があったよ。めったにお目にかかれない魔物、ロマンだよね。え、形に残るものをよこせって。大丈夫、それはそれで用意してあるからさ。詰め寄るって。で、ホワイトでのお返し、クラウス、アンジェロと話をする。はい、ここだね。ウニちゃん、そこ邪魔なんですけど、まあいっか。アンジェロ、さてどうだったかね、みんなの気持ちは。いや、皆まで言わずとも良いんだ。いや、良いんだ、いいんだ。はい、さぞや嬉しいことだろう、わかるとも。また素敵なお祭りを紹介するから、その時を楽しみに日々の戦いを頑張ってくれ。おっと、ウニちゃん目の前でまだやってる。わかったよ、嬉しいのは。はい、ではよいしょ、お部屋行ってみましょうかね。今回の飾り物、これで全部、あ、全部終わったよね。一応念のためね、メンバー見て、頭の上に四角いのは出てないか。はい、出てないね。飾りを見てからが完了。そしてまあこっちじゃない、ね、以前にもご説明したかもしれませんが、せっかくいただいたものがない、ポンさんにね、部屋の実質の中のポンさんに話しかけても選択できないって場合は、一旦部屋を出てください。でもう一回話しかけてみてください。ちょっと今試しにその状況になってみたら説明しやすいですね。ちょっと実質入ってみましょうか。はい、あ、そっかそっか、僕の場合ここでもらったから反映されなかったのかな。報酬の受け取りをここでやっちゃうと、もしかしたら今この場においてポンさんに話しかけて飾り付け仕様にも出てこない。
可能性があります。各社様の剣となり盾となり。お兄ちゃんテンション高い時すごいあるからね。どこにご一緒しようと、お役に立ってみせます。はい、じゃあね、実質の管理これでちょっと見てみましょうか。ホリデーシーズン書斎、キッチン、ベッド、テーブル、家具。お、プレイステーションアワーズトロフィー。え、どっちがいいかな。あ、地味まあいっかね、これは無料でいただけますよね。おそらく PS ストアの方から、無料で体験できるこの DDOA の選んで、そこから入れると思います。はい、まだの方は手に入れてみてください。はい、持ってませんよねやっぱりね。なので一旦自室を出てから入り直すと。じゃあ入り直してみましょう。はい、そして、話しかけるわけですね。要はこのクエストが終わったらここで受け取らないで自室の外で受け取れば、おそらくこんなことせずに済むんだと僕は思います。はい、これが反映されてなかった、はい、このね、受け取ったにもかかわらず出てこないって場合は部屋を出入りしてみてください。はい、はい、マスターで自室の管理ここにで、もう一回見てみますね。これですね、ダイニングテーブル、今が普通の木製でホワイト、はい、ホワイトチョコなんだよね。かわいいよねこれね。で、ちょっと待って、生きてないな。ホワイトにして適用ですね、適用で。ベッド、これが、今がパンプキンか、ムーディーランプパンプキン、これがホワイト。これ綺麗ですね。ホワイトというよりはブルーでしょうかね。はい、適用で、テーブルにホワイトファウンテン、これ置きましょう。僕ね、バレンタインデーの時もらえなかったんですよ、なぜか。はい、なのでこれ適用で、あと家具はまあクリスマスとかハロウィンがごちゃ混ぜになってるんで、ここはトロフィーにしときますか。輝くトロフィーだったらよかったのにな。より一層励む次第です。はい、じゃあ近くで見てみましょうね。こういう具合になってます。木製も木製でこの部屋の全体の雰囲気に合わせてあるんでハマるんですけど、ちょっとホワイトだとこれだけね、セレブ感が出てきちゃうんで浮いちゃうんですけど、でも可愛いよね。で、まあついでだからアワードトロフィーも見てみましょうかね。なんか掘られてる。あれだ、 DDON のバックの竜の形が浮き出てるんだね。おで、ファウンテン、あ、しっかりこのドローって流れてる感じが出てるんですね、演出されてるんですね。で、一番上にはマンドラゴラが飾られてますね。これマンドラゴラでいいんだよね多分。 FF14 ではこのような形をしてたと思うんで、マンドラゴラ、おそらくですよ、おそらくマンドラゴラだと思います。これはハロウィンのやつだね。はい、で最後にランプ、綺麗だね、ハート型で。今回はこんなにもらえる、ウニちゃんも嬉しそう近寄るとすぐギロッて見るんだよね、ウニちゃんね。まだ見てる。はい、ということで今回はまあ普通の動画と全く同じ尺になっちゃったね。10分15分ぐらいで終わるのかなと思ったんですけど違ったね。はい、ホワイトデーやってみました。まだの方は、期間内にぜひやってみてください。これだけいろんなアイテムがね、自室に飾れるので
かなり華やかになるとは思います。ご視聴ありがとうございました。また見てください。バイバイ。ここでチャンネルのご紹介です。僕のチャンネルは野外での撮影や乗り物に関する動画、僕のオリジナル曲を取り扱うケルチャンネル、室内での撮影で主に多種多様の商品紹介や DIY 生活のお役立ち情報をお届けするケルケルム、2014年4月から2016年12月までのゲーム実況動画約1000本のケルケルームゲームズゼロ、2017年1月よりスタートしたケルケルームゲームズファースト、そして任天堂メインのケルケルームゲームズ EX で構成されています。これらすべてのチャンネルへのリンクは動画解説欄に記載しておりますので、ぜひチェックしてみてください。 Twitter へのリンク、個人用、動画専用のもございますので、よろしくお願いします。